開けていきたいと思います。この状態で弱中火ぐらい。今回は私なんとシラフなんですね。私がシラフだということはしこしりでございます。今回は皆様からものすごいご要望いただいた至高の角煮です。角煮ってほらもういっぱいレシピあるじゃないですか。どれをやったらいいか全然わからないっていう方いらっしゃると思うんで、私が角煮の最高峰だろうと思うですねレシピ開発しました。僕の至高シリーズの中でもこれは100% めんどくさいレシピなんですけども、角煮はですね裏技を使うとあんまり美味しくないんですね。時間をかけるからトロトロの角煮になるわけで、今回は僕の思う至高の角煮作ってきてます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね材料紹介いきたいと思います。まず豚バラです。見ていただくと分かると思うんですけども、角煮の場合ね油と赤身の割合が55ぐらいが一番うまいです。噛むとトロプルな食感が角煮の良さじゃないですか。あのトロプルの食感のプルの部分ね、この脂肪なんですよ。だから脂身があまりにも極端に少ないとですね、こうパサッとしたね、食感が際立ってしまうものになりますので、55ぐらいが僕はいいと思ってます。はい、こっちとかね油6にいくんじゃねえかぐらいのもんなんですけども、これぐらいでもすごく美味しい。これを、大体 600g、 今回 650g ぐらいあるんですけども使っていきます。でこれ生姜です。生姜が 20g。 角煮生姜入れる方と入れない方いらっしゃると思うんですけど、僕は油臭さとか剥くために生姜、必ず入れます。しかも 20g で結構入れますね。はい、そして今ねコトコトね煮てるんですけども、ゆで卵4個。ゆで卵好きな方はもっとゆでてもいいです。これを固ゆで卵を作ってますから、沸騰してない水に入れて20分ぐらい出てきますからね。だから固ゆで卵を用意してください。とにかく以上です。じゃあまず生姜を切っていきます。生姜はねスライスしていきます。スライスした後に千切りにしていきます。千切りにした方が生姜の香りがねよくね出るんでね、サクサクと切っていきます。はい、でこの感じですね。でお肉を切っていきます。お肉の切り方なんですけど、人それぞれあると思うんですけど、今回ねちょっと太いんですよね。これね一回縦に切りましょうか。大ぶりの方が確かに迫力が出るんですけども、だいたいねこんなもんかな。はい、はい、これぐらいですね角煮ってね。はい、このお肉は大きければ大きいほど煮るのに時間がかかるんで、短時間で煮たい方はねもう少し小さく切ってもいいと思います。はい、こんな感じですかね。はい、これぐらいのね大きさがあれば、もう最低限この角煮のプルとかも味わえますんで、でこれで切り終わりました。したらね、包丁はもうこれで、OK です。はい、で皆さん先ほど気づいたんですけども、恒例の儀式を全然忘れてまして、早く角煮が作りたくてしょうがなくて、この角煮を作る上で何が必要かってもう作っちゃってる。気候になるためにはね皆さんやっぱねハイボールですよ。今日はねちょっともう秘密兵器あるんです。これセブンのカットレモン、レモン切るの面倒くさくて入れてなかったんですけど、こいつを入れるとね。そしてアルチューマシーンビュー。はい、ということで至高の角煮を作っていくために、これね時間がね長いんでね、仕上がる頃にはね出来上がって食べる角煮が一番美味しいと思うんで、出来上がります。ああはい、恒例の儀式も終わりましたんでやっていきたいと思います。これから豚を煮ていくんですけども、今回煮汁も使っていくので塩分濃度大切になります。で小さじ1弱ぐらいのマナブを入れていきます。はい、そして豚を入れていきます。沸騰したお湯ですよ。これ沸騰したお湯に今回塩入れてんの、柔らかくなんないじゃんと思ったら、これねこの豚自体に味を入れたいんですね。少しね身は締まるんですけども、よく煮るとホロホロに柔らかくなるんで、これはねぜひ塩味で煮てください。豚の中まで味が入って、ほんと美味しくなりますんで、でこれで弱中火で1時間。1時間後に会いましょう。1時間煮込んだあれがありますので、どうなってしまうのか開けていきたいと思います。そして火を止めていきます。でねこれね、あの茹で汁捨てないでください皆さん。まずこの豚たちを吸湿します。今回はねこの豚汁もちゃんと利用します。この、ね、茹で汁を 200cc だけ使います。なのでここにですね 200cc 入れます。煮込みます。はい、ちょっとね油も入ってる状態なんですけど、大体 200cc これ取ります。でこれはうまみたっぷりですから、スープにしてください。塩ラーメン作ったりとかしてもちょっと美味しいんで、
で、空になった鍋にブルーニグを入れていきます。そしてね、さっき煮込んでた卵はね、一番ね、味が浸かった方がいいんで、このなんか下の方に入れていただいて、こういう感じでね、入れていきます。はい、こんな感じですね。で、ここに豚汁、200cc、 はい、さっきの、煮汁を利用します。はい、これも旨味たっぷりなんでね。で、水が 200cc、 豚汁だけだと塩味も濃いので、お水も入れていきます。そして日本酒です。これはね、お塩が入ってないタイプの日本酒であれば何でもいいです。はい、だから清酒ですね。はい、日本酒、これ日本酒で煮ることによっていい香りと旨味がつきますんで。そしてお醤油大さじ3杯、白だし小さじ4杯、小さじ4杯入れました。で、砂糖です。砂糖が大さじ5です。結構甘くします。4、5です。はい、これぐらい入れてください。僕基本的に甘いのあんま好きじゃないんですけども、角煮だけは甘くないってダメなんですよ。なので、甘くします。はい、そしてここに生姜、これが決め手です。で、これね、どれぐらい煮込むかっていうと、また小1時間煮込むんですよ。だからね、角煮って大変なの。この状態では蓋しないでいいです。なぜかっていうと、ちょっと煮詰めたいからなんですね、これね。この状態で弱中火ぐらい、まあ40分から50分ぐらいでもいいかな。はい、煮ていきます。そういうことで、今煮ていた角煮がこちらでございます。見てください、どうですか。なんと、煮汁はね、こんな感じ。まあ、3分の1ぐらいまで減りましたかね。ということで、こちらで、この角煮の完成でございます。じゃあですね、戦の苦難を乗り越えて、やっと完成しました。最初はシラフだったので、もう完全に無理になってしまいました。食べていきます。いただきます。チューハイレモンでお願いします。それではいただきたいと思います。ありがとうございます。皆さん、かなり甘口になってるね。これからし忘れないことだね。ということで、いただきたいと思います。いただきます。もうからしありきなんだよ、これ。いただきます。うまっ、これ。これめっちゃうまいな、これ。もうね、甘さのコントラスト完璧で、これね、煮てからね、煮汁につけてないんですよ。それでもこの濃さなんで、これ出来上がった時に最高の味に設定されてるんで、もし寝かす場合は少し水を足していただいて、そっから保存していただくと非常にいい味になると思います。はい、これはね、でもね、その煮詰まり具合がもう2時間で完璧な味になるっていうのがもう完璧ですね。何が完璧かっていうと、もうこの僕が完璧なんです。肉笑っちゃうぐらいうまい。ほんと限界なんだけど、限界でも分かるうまさっていうのがやっぱあると思うんですよね。召喚状を呼びます。チョコも召喚。ちゃんと私別盛りしましたんで。ありがとうございます。乾杯。いただきます。いただきます。柔らかっ。これすごいですね。柔らかすぎる。え、やばいですね。結構俺邪道なもんもやるけど、調理法としては正当。めちゃくちゃうまいですね。ごちそうさまです。私は命をかけて作ったこの豚角煮、もう本当に私自信がありますので、ぜひ皆さん食べてください。これ豚バラです。まあ、角煮だからね。で、まあ、見ていただくと分かると思うんですけども、ね、角煮の場合ね、油と、この脂肪の割合がですね、油と脂肪って両方とも脂肪じゃないかな油と脂肪の割合が違うのか。油と赤身の割合が5:5ぐらいが一番うまい。まあね、今ねことごとね、似てるんですけども、今ゆで卵、あはい、ゆで卵わかりますか？見える見える、カメラ見える見える、
これね、4個、はい、